仙台市内の杉林に来ています。枝の先の方がだいぶ赤っぽくなってきていて、花粉のシーズンが近づいていることを感じさせます。杉花粉の飛ぶ量は前の年の夏の天候に左右され、特に6月から7月に晴れて暑い日が多いと花芽が成長して多く飛ぶとされています。去年のこの時期の県内は暑さが厳しくなった日もあり、仙台の平均気温は平年より 1.5 度高く、日照時間は平年より 13% 多くなりました。このため東北医科薬科大学病院の太田信夫教授は、今年の県内の杉花粉は超大量飛散になると予想しています。今年はですね、宮城県の花粉飛散数っていうのが昨年の倍以上ですね、飛散することが予想されています。非常に大量飛散というようなことが予想されている状況だと思います。太田教授ら県内の耳鼻咽喉科医で作る委員会は、2016年から仙台市内で杉花粉の観測を行っていて、今年は最も多かった5年前の2018年を上回り、去年の2倍以上の飛散になる恐れがあるとしています。太田教授は早めの薬の服用などを呼びかけていて、近年は保湿剤のワセリンを綿棒で鼻の入り口に塗るといった手軽な対策も広まってきたといいます。入ってきた花粉がこの入り口のところにくっつくんですよ。で、奥まで入らなくなるので、これを日常生活に取り入れていただくことによって、症状の抑制効果っていうのはある程度飲み込めるんじゃないかなというふうに思います。花粉症の人からはコロナ禍で症状が出ることを心配する声が聞かれました。くしゃみとかしててちょっとコロナなんじゃないかなって勘違いされるようなことがたまにあるかなって思います。病院には確かに行きにくくはなるかなと思いますね。ただの鼻水、うん、でももしかしたら熱でなくてもコロナの人もいるって聞いたことがあったので、ちょっと心配ですよね。太田教授によると、県内でも花粉はすでにわずかに飛び始めていて、本格的な飛散開始は例年よりもやや早く、今月中旬になるということです。